こんにちは、翔太です。今回なんですけど、プラザ版の更新情報を見ていこうかなというふうに思います。あ、でまず最初になんですけど、明日ですね、11時、までですね、にログインしてもらわないと、ちょっとそこからメンテが入ってしまうみたいなんで、それだけはちょっと皆さん気をつけてください。11時までに1回ログイン、12時後にも1回ログインっていう風な感じですね。まあ昔ながらのタイミングでログインしてもらえばいいかなという風に思います。まあブラザ版の更新情報もですね、ちょっと最近あまり見れていなかったというところがありますんで、まあ見ていきましょうか。まあ昔の2週間前のですね、更新内容から確認していこうと思います。10月1日はないか。まあ白卓が来てましたよと。で今オーリオン今来ていますね。まあ弓パックムならってな感じですけど、まあ、多分撮ってる方はほとんどいらっしゃらないでしょうね。でここはまあギワが今日までになっているのかなと思いますが、まあちょっと今更ギワを撮る方もいらっしゃらないのかなと思います。で11日の更新情報ですね、ちょっと見れてなくて申し訳ないです。あ、ねここにパック来てるみたいですね。で水筒巨星も来ていると。あ、で綺麗な際に劉備来てますね。まあ劉備来てるんで、劉備の UR1000 までは絶対撮ってほしくて、まあ MR の劉備のちょびダメですね、してもらいたいなと思います。で月落ち雨が来ていて、猫の遊ぶ番で、セレクトラインナップは超高名超量玉物前あたりかな。まあ奥義とか性能面でおすすめなのは、あ、で佐々木小次郎が今来ているみたいなんで、連携スキルあるキャラクターだったかなと思うので、まあ検討される方はですね、検討してもらえばいいかなと思います。まあ基本スルーでいいかなというふうには思いますね。スキル1で箱がばらまけるんでしたっけ、確か。まあ、そこはですね、非常に強力だなというふうには思います。てなわけで、まあ、劉備優先ですね。劉備めちゃくちゃ優先かなと思います。で、まあ、10月15日の更新内容を見ていきますが、ラッキースターは柴氏、ダッキー、今川、長領、長中家、上杉、炎章、総比、ねね、柴田が来ます。ダッキー最優先で、また柴氏、今川、上杉、炎章、総比あたりを狙ってもらうといいと思います。美少女学園は長孔明、盲天、毛利、李牧、班長、橘、坂田、長居、小野の小町、才加、孫一一斉に登場します。長孔明、盲天、あ、まあ、長孔明最優先で、盲天、李牧、班長あたりはおすすめです。仮想の続いは孫権、周泰、陳宮、諸葛金、当該、巨長、長領、高中、馬長、大巨将級一斉に登場します。まあ、MR アバターを検討するにあたって孫権とか馬長ですね、狙う方は狙ってください。エディションのギター春町副受装と攻撃してやってきますので、春町副受装を課金する方はですね、課金してください。で絢爛無限で、アウグスス、ハンニバル、領有機、カンピ、大国主一斉に登場します。カンピ、まあ一応バッファーなんで優先度高くいってもらえばいいかなと思います。まあちょびダメという意味で、一定席やってきます。大吉祭りではないので、まあ大吉が出たら課金を、まあ、検討するかぐらいでいいかなというふうに思います。願い返しやってきますので、3万元宝ですね、貯めている方多いと思いますので、やるの忘れないようにしてください。少女の出会い、ときめんもイベントやってきますので、まあ、3000元宝ですね、使用していただいて、やってもらうのがいいのかなというふうに思います。で剣やってきますので、まあ、花の水拭きですね、課金する方は課金してください。バンジバン親やってきますので、まあ、こちら週課金ですね、1000円で、週課金していただきつつですね、毎日の無料分引いてもらいつつ、お守りを集めてもらうのがいいと思います。UR1000 のラインナップとしては、水木、かぐや姫、小きび、なた、芦屋、道満、陽炭は、雪女、呪福、小早川、小野の小町となっていますが、まあこれちょっとガチャなんで、まあ基本的には MR 決勝と交換でいいかなと思いますね。あの小きび持ってないからって言って、あの他のキャラクター手に入ってもしゃあないかなと思うので、っていうような感じです。でアレス再販でやってくるみたいですが、まあ基本的には劉備ですね、を最優先で狙っていくのが今のブラザ版の授業かなというふうに思います。まあ、今回の動画はですね、ここまでにしようかと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。